エネルギーナビゲーター大畑はるみがお送りする2016年1月「シシザサンド満月のメッセージ」はい皆さんこんにちはエネルギーナビゲーターの大畑はるみです。えー、今日もですね星読みつれずれ草8として、えー、2016年初めての満月ですねシシザサンドの満月のエネルギーをナビゲートさせていただきます。 今日は、えー、まずエネルギーの星読みの前にですね特別企画のお知らせをさせてください。えー、私あの1月4日からですねこの「星読みつれずれ草」という、うん、チャンネルを立ち上げてですね、あのー、まあ、えー、ホロスコープとかオラクルカードとかですねあと比数学とか非数術ですかあのヌメオロジーというんですけど英語で、えー、などを使ってですね あのエネルギーを読み解いてあの皆さんの、うん、いろいろなあのタイミングを見ていくお手伝いをさせていただこうと思って、えー、立ち上げました何もわからない中からあの本当にあのとにかく情報を発信したいという一心でですねあの手探りでやってきたんですけれども 一、まあ、つ決めたことは毎日最低一つビデオを作って配信すると、えー。何か道がつくまではそれを続けようと思ってやってきました。でちょうど今日で、えー、2週間経つんですけれども、おかげさまでおととい現在で2500名以上の方があのビデオを見てくださいましてね、名というか2500ぐらいのビューがありまして。 まあ、あのチャンネル登録してくださっている方もあの出てきてるし、あの本当にあの皆さんのご支援、温かくあの受け取っています。で、えー、とそのお礼としてですねあの、ま、満月ということもありまして、えー、初めての満月としてですね、ホロスコープとオラクルカードのリーディングの60分のセッションをですね、お一人様にプレゼントさせていただきたいと思います。えー、まだ私あの あの正式にそういうリーディングのセッションとかの,あのオファーはまだしてないんですけれどもあの来月になってからはあのホームページとかブログとか立ち上げてですね、えー、ご要望があればあのスカイプでセッションをあのさせていただこうと思ってますけれどもあと、うん、日本の在住の,あのいろんなヒーリングなさってる方とのコラボレーションとかもですね今お話がきてますので。えー 機会があれば、また少しずつそういったことを皆さんにもあのご提供しようと思っていますが、えー、とりあえずは今、あのビデオだけであの皆さんに、えー、情報発信をさせていただいていますで。応募資格なんですけれども、えー、非常に簡単でですね、まずこのチャンネルの登録をしてください。えー、下のサブスクライブボタンですかね。 日本だだだと登録になってているるんん。ででししょうかのボタンを押してくださるだけで構いませんそうすると YouTube の方から私がビデオアップしたときはあのお知らせが届きますのでねもしくは YouTube に来ていただいて皆さんのちゃんところから見ると、まあ、サ,サブスクライブしているチャンネルの,あの情報が入りますので、えー、それをしていただくこととですね。もう一つ今回のこのビデオの下のコメント欄にですね えー、何でも結構です何かフィードバックとしてコメントを書いていただけますでしょうか、えー、そのコメントをくださった方のなこの2つの条件を満たしている方の中からですね抽選でお一人を選びまして、えー、発表は2月の8日に新月があるんですけれどもその新月のメッセージのビデオを2月の頭に、えー、リリースしますその時に当選者の発表をさせていただきたいと思います でえー、ビデオの作成のかん、あのー、ことから考えましてね締め切りは今月末1月31日とさせてくださいはいじゃあ皆様のご応募どしどしご応募してくださること、あのー、お楽しみにしています何でも結構ですコメント一言いただけると嬉しいです、はい、それでは、えー、のシシガさん獅子、あのー、座のメッセージをお伝えしたいと思います まあここにですね、いろいろあの本,本日2ページ、この満月、非常にパワフルなんですけれども、まずちょっとホロスコープから見ましょうね。で、私はあのただあのこ、こういうエネルギーですよというのを言葉であの伝えるだけではなくてですね、皆さんにぜひですね、ホロスコープが読めるようになっていただきたいんですね。あのまあ、非常に難しあの複雑な体験なので、 あの全部読める必要はないいと思いますそれはプロの,あのアストロロジャーがお手伝いできると思いますのでねでもやはりあのどうしてそういうことが起こっているのかということをですねあの理解されるとですねそして自分の,あのホロスコープの中の自分の持ってらっしゃるエネルギーとかハウスの位置とかっていうのが分かってきますとあのずっとこれから先生術の何の言ですかね 読みが深くなるんですねいわゆるただの占いでこうなるよああなるよというようなレベルではなくてですねあのなぜそうなのかというようなことが非常に深く分かってくると面白いんですね。で、えー、とまずはですねこれはですね日本東京で,の新月図で,すで、えー、東京は、えー、1月の24日朝の10時45分ですね。 うん、46分かな、これ。であの3、3度、3度になってますね。ここが獅子座、ここが、えー、水亀座です。で、満月というのはですね、えー、地球を真ん中に挟んでですね、月と、えー、太陽が、こう、オポジションというんですけど、180度、対角線上にこう、つながった状況が、えー、満月なんですね。 で新月はこれが重なってますのでここに月と太陽が一緒になります。はい、でこれやっぱりですねこう必ず180度反対側のサインになるんですけれども、うん、非常にですからねあの引っ張り合いのエネルギーなんですねオポジションというのは。ですからあ,のある意味コンフリクトが起こります。でやっぱりあの非常にそのエネルギーも高いんですねあの太陽の光を。 思いっきり反射してて月がきれいに光ってますのでですからやはり感情が非常に膨らむ時です。ですから統計学的に言っても満月の日はあの昔から狼男なんてよく言いますけどねあのやっぱりあの警察なんかの統計見ると酔っ払いがなんか見えたりとかですねそういったなんか事件が結構多いみたいですね。月のそのそ 満月の願い事という形でですねあの意識してそういうリチュアルをなさるとですね非常にやっぱりそのだん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 そのエネルギーが分かるようになってきます。はいであの満月のというのはですね新月と違って新月はやはり何かをこう種をまく時なんですね。 で種をまいたものが願い事を願ってですねそしてこうしようと決めたことがこう実ってくるのが満月のタイミングなんですねで。もちろんその2週間ですぐ実るようなものもあれば時間かかるものもありますけれどもでも満月のは基本的にそのものが実ってくるタイミングなので満月の願い事というのはちょっと別に後でビデオを作りますけれども今回一緒に作ったらすごい長くなってしまって切り離したんですけれどもあの うんと新月はですねノートに書くんですけど満月の願い事はあの紙に書きますそして、えー、その後満月に、えー、感謝の、ね、祈りを捧げてからその紙を燃やしちゃうんですねだからもう、えー、何を書いたか忘れてもいいんですあの宇宙にユニバースにその思いを届ければねですからやっぱりなんかこう手放したいようなその感情が上,上にこう上がってきますのでその「 無意識とか潜在意識まで入ってた蓋をしてしまっていたような怒りだとか悲しみだとかね、うん、トラウマみたいなものもこう浮いてきやすいんですねですからそ,それが見えてきた時にそのノートにじゃなくて紙の上にですねそういった思いを手放しますという形で書いて燃やすとですね非常にこうパワフルに浄化をしてくれるのが満月のエネルギーなんですねダメされたと思ってやってみてくださいはい で実はですね今回の満月はものすごいそういう意味でパワフルなんですはいでちょっとその具体的なお話をする前に、えー、東京はこうなんですけれども同じ満月なんですけど同じ日時に満月になるんですが、えー、例えばこれはですね、えー、どこかなうーんロミータですね私の住んでるカルフォルニアはですね 23日の5時46分なんですねでその時はですねそこで取りますと同じ3月であの全部あの星の位置も全部一緒なんですが仙ナと変わってきますね地平線の位置がだからこの場合は私の住んでるとこだと月は12室にありますところが、えー、日本の皆さんの場合は月は4室にあるんですねそうすると まあ集合的なエネルギーとして、日本にお住まいの方は、月が4室の4 4室の家族とかですねうん、自分のふるさととか寄って立つとこ,ところなんですけれどもね、そういったことがテーマになってきますので、なんかそういったところが何か、あのうんなんていうのかな、そういったテーマのものが浮き上がってくることが多いと言われてますね。ただこれは 日本,に日本でのコレクティブな集合的なあのエネルギーですので今度はですね個人のレベルでだとこの月がその獅子座にある時人の例えばちょっと見ましょういつものこのこれデイビッド・ボーイさんの,あのコロスコープですねでデイビッド・ボーイさん実はですねこの3度 この獅子座のサンドというのはですね、デイビッド・ボイさんのネイタル、出生図の月と全く一緒なんですね。本当に奇遇だなと思ったんですけども。はい、で、彼の場合はこのサンドがディセンダントというところとあの5になってるんですね、3で。で、彼のアセンダントが実はあの今回の満月ですから、ここに太陽があるんですね。で、 彼の場合はですから月は七室にありますね七室の始めですね。ですからパートナーシップとかそういったことがテーマになってそういったことで何かあの月が示すその感情っていうのが出てくるんですけれどもあの私が申し上げたいのはあのですからご自,自分のホロスコープを読めるようになるとね今回のこのホロスコープがこの満月がですね どういったところが自分のこのエネルギーをこうなんていうのかな自分のホロスコープの中ではどこがこう、えーうんあのー、テーマになってくるんだろうってことが見えてくるんですね。でそういったことができるようになっていただきたくてホロスコープ自分で読める「ホロスコープ」というシリーズの ビデオも作ってますので、ぜひまだご覧になっていらっしゃらない方はですね、ご覧になってみてください。あのあまり上手には説明できてないところもあるんですけれども、あの少しずつあの上手になってきているような気がしますので、あの何かご質問等があったらまたコメントください。はい、で、えー、ここから読み取れることいくつかあるんですけれどもね、まず、 ちょっとここを見ましょうね。シシザ・サンドというのはですね、まず時間からですね、えー、日本の方は1月24日の10時46分です。で、デイビッド・ボーイさんの,あのアセンダントのサンドと月のサンド重なりますよってお話でしたね。で、デイビッド・ボーイさんのこのホロスコープの読むことお話はですね、自分で読めるホロスコープの中でもですね、彼のホロスコープをあのモデルにしてですね、いろんな解説してますので、 ぜひあの見ていただきたいし、あと、あまりあのまだこうやって PC の画面をインスあの録画できるソフトがなかったので、えー、スライドで作ったですね、スライドショーで作ったビデオがあるんですけど、それであの彼のホロスコープを読むというつれズれグさもありますので、それもご参照になっていただきたいんですが、その時にご説明しましたけれども、シシ座っていうのは、 あのー、太陽が支配性なんですね。で、詩座のマークっていうのはこういうマークです。少しずつこのマークを覚えていただきたくて、このマークをここに書いてるんですけども、でこのニョロニョロというのはこれ、水が座のマークですね。はい、で月は満月だろうと、新月だろうと、これがあのマークです。で、こちらが太陽になりますね。で、各サイン、星座にはですね、支配性ルーラーっていうんですけど、英語で、あのー、があってですね。 そのそここをこう支配してる星がありますで獅子座は何が支配性かというと太陽なんですね。で太陽っていうのはあの唯一太陽系でですね星なんですスターなんですプライネットじゃないんですね惑星じゃなくてスターですからスターというのは恒星ですよね。で自分ので熱を出してですね自分の中で自分を燃やしてですねその熱でこの太陽系の命を こう育んでいるのが太陽なんですですから獅子座のエネルギーっていうのはそういう太陽のエネルギーなのでもうキーワードはねハートなんですね。ちょっとこのハートをすごく大きくしたかったんですがあのそうすると他が入らないので小さいまんまですがあのですから今回の,あのまずエネルギーとしてはですね皆さんのハートをしっかりとハートとお話をするということが大切だと思います。 うん、で、えー、この3度というのがまた、ぬめおろし、比数学から言ってですね3度というのはですねあの1度がまず自分になりますよね、基本。ね、そうすると1の数字を持っている方はやっぱり独立していってリーダーシップ取っていって前、一番になってこう前に進んでいくエネルギーなんですけど2となると今度は相手が出てくるのでこれパートナーシップとかバランスとかそういう意味になってきます。 で、今度3がつくとですね、ここでですね、こう、三角ができますよね。と、よく3密体とか3になるとですね、エネルギーが非常にこう、スムーズに流れていくんですね。で、3になったときにはですね、ですから、なんか想像ができてくるんですよ。3密体で、あの宗教なんかでもいろいろこう、ね、あの、一つというふうに考えられますよね。ですから、まずあの 3, 3という数字がつくときはね、あの想像力。 それから表現、エクスプレス、中から外へ出していく、そういうエネルギーなんですね。ですから非常にクリエイティブなエネルギーなんです。デイビッド・ボーイさんの,あのネイタルのね、ネイタルとの出生図ですね、の月がですね、3度にあった、獅子座の3度と、非常に彼はクリエイティブな方でしたよね。非常に想像力豊かでね。で、えー、アセンダントが水亀座、水亀座、今太陽がある位置ですけど、ここはですね、あのー 獅子座の反対側のサインですから、でも同じ、ここ固定器なんですね。うん、フィックスサインです、ここが。で、えっ、ー、とこ、この水亀座というのは、あの天王星、ここにある天王星という革新の星がね、ルーラーなんですね。で、うーん非常にこの未来志向なんです。革新ですから。革命の星とかね。で、 でやっぱりここはヒューマンタリアン非常に集合レベルでの人ですねうん自分とは別のでもパー,のパートナーとかではないお友達を込めた全部の人類という,いうレベルを表すところなので何て言うのかなあのそういう他の周りの人たち人間全体にですね私の魂はこういう魂で こういうことをして皆さんのために役立とうと思ってるから見てくださいこういうことが私できるんですっていうふうにこう叫んでいくのが獅子座のエネルギーなんですよ。で今回の今回は満月ですからそういう自分らしさ本当の自分って何だろうそういう本当の自分に向き合っていくことが非常に大切なエネルギーが出ていますね。で,、うん、ですから、やっぱり、 あの自分の才能、ギフト、自分が持っているギフトですね、タレントとか、それから、まあ、転職のこと、コーリングって言いますけど、本当に私はの役目、何なんだろう私の、私はこの人生の目的、私の魂は何をしにここに来たんだろう、ね、そんなこと、最初から分からないかもしれないけど、でもハートに聞いたときに、何かやってて、これ楽しいなと思うことがあったら、それをやったらいいと思うんですよ。で、あのやっぱりあとは、パッションですね。 それから非常にフリーダムだし大切なことはとてもそれやってて楽しいということですそういうクリエイティブでジョイフルで非常にこう自由なその思いそれからハートですからロマンスも入りますけどねそういうそういった自分とよく向き合ってそれを表現していくということが非常に大切なエネルギーになってます で、それを表現しながら誰にしていくかというとその何て言うんですかね、えーえー、周りの人類全員に対して私は皆さんにこういうことが提供できますというようなそういうあの発信をしていくこと是非、うん、それをですね、皆さんの願い事の中でこういうことをしようというふうに決めてですね、あの書いていただくと。 そういうい道がついてくる非常についていきやすいエネルギーになってます。はいで今回まずシシダの3度というのはそういうエネルギーがあるんですけれどももう一つすぐここで気がついたことなんですがここ見ていただけますか。これ木星なんですね。で木星がですね22度になってますね。で1月後半の えー、エネルギーということで星読みを数日前に上げてますのでそちらの,あのビデオをご覧になっていただいた方はお分かりだと思うんですけどあの時はここ23度だったんです。でこちらにあるのがノース濃度と言われているところで、うん、この濃度の足はまたすると長くなるんですけど今両方とも22度でコンジャンクト、ね、コンジャンクションですね合になってますね重なってます。で えー、実はですね、なぜこう22から23から22に戻ったかというと、今、木星は逆光中なんですね。で逆光というのは、あの地球から見てたあの、木星が逆に戻っているように見える、これは地球から見てそう見えるというだけで、木星はちゃんとあのいつも同じ方向でですねもう太陽の周りに回ってるんですけどあのそういう、そういう現象が起こるんですね、地球から見るとですね。で 濃度というのはですね、これあの星はですねこちらからこういうふうに回っていくんですけれども、濃度はこういうふうに来るんですね。ですから、前23度にあったところが、えー、濃度はこちらに来る。で木星は逆行しているのでこ、こっち23度から戻ったように見えるので、ちょうど今22度になっているんですが、この22度になるのは、実はこの満月の日の1つ前の、 US 時間は1月22日なんですねで全部22と重なりますで、えー、22という数字は、非数学的に言いますと、これマスターナンバーと呼ばれてるんですね。で、あのー、どういうエネルギーかというと、非、えー、数学はこう、普通数字が何桁かになりますと、その1桁1桁を足していくんですね。 例えば13だったら1と1たす3で4となるんですね。で、1桁になるまでそうやって足していきます。例えば2016年の場合は2たす0たす1たす6で9になりますね。そうすると今年はですね、9のエネルギーなんですね。9というのはあの1桁で一番最後の数字ですから、エンディング、何かが終わっていくタイミングなんです。この1年はですから、皆さんやっぱり1つのことが、あの、 一つのなんて大きな転換期で、あの今までなんか成し遂げたもの作り上げたものというのが終わるタイミングです。ですから、あのいろんなものをこう古くなったものをリリースするのに非常にいいタイミングです。で、終わったと同時に次のことが始まりますので、しっかりといろんなものをこう断捨離してですね。取っていくと新しい来年からですね。新しい1の。 スタートしますから、ね、10になると今度は1になるんですね。1たす0は1ですから。ですから、今年は非常に大切なあの年ですね。で、えー、この22というのはですね、2たす2なんですよね、本当は。そうすると4になるでしょ。で、4は何を表すかというと、3になってから4になると今度、四角になるとね、安定するんですよ。で、これ、グラウンディングのエネルギーなんですね。 だからグラウンディングっていうのはしっかりと地に足をつけて具体的に何かをマニフェストしていく具現化していくエネルギーが4なんです。ですけれども筆学では11とか22とか33というふうにですねゾロ目っていわゆるゾロ目ですねゾロ目がだと時は特別なエネルギーとしてですね普通は普通でしたら例えば 1+3 は4になるんだけれども13は4にしますけれども。 22の場合はそのままにしておきます。で2というのはさっき申し上げましたけどパートナーが出てくるのでパートナーシップとかですねバランスなんです。陰と陽のバランス男性性と女性性のバランスそういったものを取っていくのがあの2のエネルギーなんですがそれがすごく拡大したエネルギーなんです。 ですから、まずこのマニフェステーションあの22の時はですね、そういった頭の中で自分でこう考えてきて、バランスを取れないこういうことをしようと思ったアイデアを、そして4のエネルギーもありますから、これを具体的に実行していく、すごい強いエネルギーなんですね。うん、でこのお話は、今週の,あのオラクルカードリーディングでお話ししてるんですね。 ぜひここにリンク貼っておきますので今週の「裏ラコルカードリーディング」をご覧になっていただきたいんですが、えー、今週のテーマとして出てきた「ダグリッド」というカードは22のカードでしたねですから本当全部リンクしてるんですよこれで,あのですから今ねで木星っていうのはあの拡大するエネルギーなんですねでノースノードというのは未来なんですあのこれからの 皆さんんが行くべきき根性のの学ばなななゃいけないいけ使命みたいなものを表すんですねですからこのその本当に皆さんが自分のハートと向き合ってねししさの対応でで本当に自分が私はこういう人間でこういうことが大好きでこういうことをやってきてこういうことをするのが好きなんですでこういうことをやりたいと思いますっていうふうにこうみんなに発表していく時にねでそこそうそうそ,そういう 前向きにこっちへ向かっていくんだって自分がゴール設定をした時に木星とこの濃度がですねものすごく素敵なあな角度でいいエネルギーを注いでくれてるんですよね。うん、直接あの太陽や月にはあの入ってませんけれども、うん、アスペクトはないですけれどもこの今のエネルギーとしてそういうのが非常にあの、うん、溢れているエネルギーなんです。ですから このエネルギーを使わない手はないですよね。うんで、あのー、ですから、なんて言ったらいいかな、これからの、うん、未来のね、オポチュニティ、うん、本当にね、広がっていきますから、で、これはですね、今逆行してるので、これからまだもうちょっと続きます、2週間ぐらい。ですから、あのー、 で今木星が逆行してるってことはですね、うん逆行するときというのは一回前に戻ってですね、あの見直す時期でもあるんですね。ですからあの過去のですね、いろんなあの過去を癒していくこれ特に乙女座なので乙女座っていうのはヒーリングのエネルギーもあるところなのであの奉仕のエネルギーとか。で、あの ちょっと今までの自分を振り返られてですね、内省していくといいと思うんですね、メディテーションとかして、瞑想とかして。で、やっぱり自分の中で埋め込んでしまっているプログラミングとか、自分でやっているリミットとか、何かトラウマとかですね、あとは、もう記憶がある方、過去世の記憶とか、そういったものがあに出会ったときに、それをこうリリースしていく、Q のエネルギーでしょ、今年は。で、そ,それを非常にリリースしていくと、非常にこう、あの、何て言うんですかね、あの そしてリリースしていくとそ,のそして自分はこっちの方に行きたいんだってノースノードに向かってねこれからこういうことをしますっていうのをやっていくとものすごくそこが生まれ変わるようなねもう本当にすっきりした感情が得られるいいエネルギーが続いてますのでぜひこのエネルギーこの木星のですねエネルギーをあのう,うまく活用させるといいと思います。でまあ、木製は動きが遅いのでね この逆行が5月まで続きますので、しばらく皆さん、これからあのやっぱり内省していく、振り返っていくっていうことが、非常にあの、うん、その後、新しいものを生み出すためには、とてもいいタイミングだと思います、今。はい、今年、今年はそういうとてもいいタイミングです。ね、で、えー、ちょっと長くなってすいませんね。えー、もう一つあの、大事なことはですね、この 木星が1月のビデオでも申し上げましたけど後半のこのプルートとこれプルートですねでここが彗星ですけどもこれ15なんですね15度で重なってるんですそこにきれいなトラインというアスペクトを作っているんですねでこのプルートと彗星が重なってるというのはどういうエネルギーかというのをもう一度ご説明しますねで 水星っていうのはあのメッセンジャーなんですね。で、意識とかですね、思考とかですね、コミュニケーションとかそういったものを全部たあのあのかあの担当している星なんです。で、一番太陽から近い星で、あっちこっち動き回りますよね。で、双子座のルーラーですけど、まあ、乙女座のルーラーなんですけど、うん、だからあの木星がその自分のルーラーの。 あの彗星に向かってきてるので本当にこれはあの素晴らしいエネルギーなんですけどでその要するに頭の中で考える思考などに意識の領域をつかさどってるんですがこの彗星だけはですね潜在意識も無意識も潜在意識も全部どのレベルでもメッセンジャーとして動き回ってですねあの関わってくることができる唯一の星なんですね太陽系で。 アストロロジーの中で、で、えー、プルート、冥王星というのはですね、何度も申し上げてますけど、矢木座,、えー、座の時き申し上げましたねドスあの、プルートというのはですね、非常に深く掘り下げていくエネルギーで、トランスフォーメーションの星なんですね。で今、プルートはですね、矢木座にあるんですよ、矢木座の15度にね。矢羊座の新月でもプルートのお話したと思うんですけども、その トランスフォーメーションして変容していくためにはですね、ものすごく深く深く深く掘り下げていかなきゃいけないんです。で、プルートは、さそり座の、うん、ルーラーなんですね。で、さそり座っていうのはあの固定球であ、非常に深く深く掘り下げる。それも水のサインですから、感情ですよね。感情のレベルまで、だからそういう傷ついたりうれしかったり、そういったすべての感情の原因なりの経験まで、 掘り下げていくから潜在意識とか無意識のところまでどんどん行ってしまうエネルギーがあるんですね。だからこれが非常にくっついてるってことは今本当にねあのよく振り返っていろんなあのヒーリングとかあのなんていうんですかねメディテーションとかすることによってですねあの深い気づきが出ると思うんですよ出るチャンスがいっぱいあります。 エネルギーがそういういチャンスですからですから本当の自分の、ね、人生の目的とか使命何だったのだろうかとか本当に自分がいつもなんか決まったパターンでなんか不安になってしまううん水を見犬を見ただけで怖い何の経験もない多分過去世で多分犬に追っかけられたり噛まれて死んでしまったりとかそういう経験があったんでしょうね水が怖い方とかでそういう方っていうのはやはりそこを振り下げていく中で何か見えてくるものがあった時にこれチャンスなんですね この冥王星は下に下に掘り下げてそういうものを見つけ出して上にこう浮き上がらしてくれるんですね。で木星は今逆行してて過去のことを見直していくのに非常にあのそういうことをエクスパンションしてくれる拡大してくれるエネルギー流れてるでしょ。で出てきたものをリリースするんです。ね。 レッドゴーしていくんですで満月のタイミングっていうのはこのリリースするタイミングなのでぜひですねなんか気がついたことを満月の願い事の中で自分のその感情的なこだわりとかねそういったものが出てきた時はそれを私は手放しますという形で書かれると今本当に心の底からそれを願って書くとですねそして燃やすとですね今そういったものを本当に潜在意識をこう,こう書き換えていけますので。 ヤギ、うん、座の新月も素晴らしいエネルギーでしたけど新月の時はどちらかというと新しくしていくものをこうやっていくというのがとても新月ですから良かったんですけどでもあの新月も冥王星と非常にあの強かったのでリリースすることも非常に大事でしたけど特にこの満月はこのリリースができる非常に素晴らしいタイミングなのであの是非そのことを頭に入れてですね 満月のメッセージを書かれるとといいと思い思ます、うん、で、えー、もうあと2つだけですね、えー。実はですね、ここに火星がいるんですけど、火星ね、これ。ね、オスのマークは火星です。で、ここ、さそり座なんですよ。で、さそり座の火星というのは非常に強いんですね。もともと伝統的な支配星でしたから。さそり座の支配星はプルートなんですけども、この プルートが見つかる前は火星だったんですね。でこの火星がですねまず2つアスペクトを作っています。1つは非常にあのちょっと緩やかですけど、まずプルートとこれとあのセクスタイルといういいあのエネルギーですねで。これはオポチュニティのエネルギーで実際に行動を起こしていくと非常に強くなるい,いんですね。ただし火星というのは非常に戦いの星なのであのものすごくプッシュが強いです。 ですから、よーく内省されるとですね、リフレクションしてやってくるとあのそういうすごいエネルギーで出してくれるのがいいんですが時々、やっぱり感情がわーっと表に出てきてですね、怒りがわーっと爆発しそうになったりとかイライラしたりとかですね、悲しみがごーっと取りあのうん、すごく増幅されてくることが多いですね特に満月そういうエネルギーですからだからそのことはちょっと気をつけてください。ですからうーん 皆さんなんかはこのメッセージ聞かれた方は何て言うかな前もってね英語でプロアクティブって言うんですけど前もってあそういうことが来るかもしれないってこう準備できますけどねあのそういうこと知らない方はねあのみんなそういうエネルギー無意識に受けてますからね知っていようとして,ていないとね、うん、皆さんは意識的に理解できてるから。 コントロールでできままますすけど知ららないいいと無意識で動いてしまいますからそうすると周りの方ねお友達とか家族の中でですねそういう感情がわっと激して何か過去のことをこじくり出してねあの時あんたはこんなことしたとかあんなこと言ったとかって責めてくる責められることがあるかもしれませんでそういった時はあのまあしっかりそれを受け取ってあげてそれでこうなんていうかねリアクトしないでですねあのそ,それをそーっと流してあげるような エネルギーが今とても大事ですね。そういったところが。でそういうことができるようになるのはこういうホロスコープでこの満月のエネルギーを理解しておくとあのコントロールできますよね。でも知らないとそれに踊らされてですね自分もそういうふうになってしまいますよね。うん、でこの火星はですねもう一つあの月と太陽にちょっと厳しい90度の角度を作ってるので、まあ、あのちょっとあの緩い90度ですけどね。ですからやはり、この、 感情的にわっとこうなることがあの多いですからでうーんだいたいねこのオポジションの時はコンフリクトがあってこう綱引きになりますからなんかこうアーギュメントね口喧嘩したりとかねそういうことが起こりやすいです。でそういうことを分かってる時はですねこの火星の火星っていうのはやっぱりこう非常に戦いの星なのでからそのエネルギーが出てきた時はそれをうまくこう あの違う方向で体を使うことでエネルギーを燃やすといいと思うんですね。ですからちょっと外に出て散歩するとか一緒ヨガをするとかなんか、えー、走ってくるとかですね、うん、そういう体を使うようなことでですね燃やしていくことでそうしないと口喧嘩かとかしちゃいますからね。うん、で、えー、もう一つ火星はですねこの魚座にある海王星と綺麗なエネルギー流れてますので。 これっていうのはやっぱりあの、うん、イマジネーションなんですよね、海洋性っていうのは。で、で非常にこの創造性が豊かになるので、火がつくので、なんかそういう自分の中のでですね、こう感情的に、あこんなことしたいな、あこうだったらいいなっていうようなことがですね、わーっと出てくるかもしれません。で、まあ、トータル的にですね、あのこういうエネルギー見てみるとですね、あの非常に あのパッショネートな情熱的で節さってのは楽しいことが好きですからこのハートであの本当にこの満月はですね本当に自分が好きなことをやってみるといいと思います。ね、でちょっと小さなことでいいですから例えばすごくこうアロマが好きな方はねアロマオイルを炊いてですねワインが大好きならワインを一杯一緒に飲んでですねちょっと素敵なひとときを過ごすとかですね。 ただしその時に気をつけなきゃいけないことはその「獅子座」ごめんなさい「えー、プルートと」とそれからここがですね書いてないんですけど天王星がスクエアになってますのでその、うん、やはりこう変革の星で急になんかパッとひらめきが来るときでもあるんですねですからこういう深く掘り下げて浮き立たせた後でこれをどう変えてどんな風に自分がしていったらどういうことをしていきたいんだろうとこの木,木星のこの何ていうんですか 未来思考でどんなことをしていったらいいんだろうというふうな時にですね一生懸命向き合った人はですねこの人生の目的とか使命をねそしたらその天皇制からねひらめきのようなねあのインチュイッション直感でなんかひらめかせてくれることもありますですからあの満月はですねそうやって楽しみながらでもちょっと10分とか20分でも結構ですから座ってですねあの瞑想をなさって でよく祈られてでこういうことをしようと決めたら願い事を書いてですね燃やすとうんそういったことをなさってみるとこんなに素晴らしいパワフルな満月はなかなかありませんのでえまああのこれからもあると思いますけど今そういう非常にいいタイミングになってますで、えー、もう一つその金星もですねあの、うん、その日からあのゼロ度でですねヤギ座に入っていきますのでこのヤギ座のあたりに あの星がたくさんある方もとてもこのテーマがあのを深く考えるいい時期でもありますはいほん、えー、に今日は長くなってしまいましたけれどもお伝えしたいことがたくさんありまして、えー、こういったあのお話をしましたであ,の、えー、あまりまとまりませんけれども「獅子座のエネルギー」今回3度ということで非常にあの ハー,トハートフルだね楽しい自分が本当にこう魂がワクワクするようなことに焦点を当ててそして深く向き合ってあの特に彗星もあのレトログレードしてますのでねここ逆行してるのでここし過去のことをしっかり向き合った時にたくさんあの、うん、それをリリースできるいいタイミングですそしてその次の25日からですね US 時間。 えー、日本だと26日になりますか、うん、逆あ彗星がですね順行に戻ります。そうすると、ですねここで満月のメッセージでこう特にこの木星のところで自分はこういうふうに進んでいこうっていうふうにこう意図したものがですねどん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 ん進んでいきます。今までちょっとあの彗星が逆行してた分、いろんなことが先に進まなくてもどかしかったと思うんですけれども、たぶん、 26日過ぎてくるとですね物事がトン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 と進んでくると思いますうん、そういったことをがより早く進むためにもですねいらないくなったものはとにかく取っていくそれが一番大事ですねですからとにかくあの断捨離をしていらなくなった重いものは全部捨ててですねそして新しいエネルギーはハートハートとしっかりお話をしてハートがコンパスとして指し示してくれる 私の魂はこっちへ行きたいっていうところをですね、しっかりと願い事として書かれるとあの素晴らしい満月あのになると思います。はい、本当に長い間今日はご視聴ありがとうございました。それでは素敵な満月をお送りください。皆様からの、えー、コメントとを楽しみにしています。どうもありがとうございました。